私これわざわざさ作り直してたけどさ、この形だったら上に行きやすいのか。はい、ということで今は塔からまた登ってここに来て、こっから上を目指してこっちに行こうかなという感じですかね。ここ行ってない？え、ここ行ったんだっけ？多分行ってない。いや行ったいや行ってないかな。これ上に行きやすい形か。上に行きやすいし前に進みやすいんだ。なるほどね、学びだな。うん、圧倒的に操作しやすいわ。で、ここがさっき言ってた、行ってたか行ってないかわからないし、ちょっと重さがバランスが不十分。いや、行ってないんじゃない？こんなに狙われた記憶ないもん。ここで一旦中継するのありだね。あ、完全に乗り捨てちゃったで、いっぱいあるね。なんかめちゃくちゃいっぱいつけたけど、すぐそこなんだよねこの準備万端具合は、ここの上に行くレベルの準備万端具合だったわ。私あの下行ってないんだよね。なんもなさそうかな。せっかくだしこれ一番上のあそこまで行ってみるか。ガチャガチャとかね、祠とかあるんだけど、うわー、目の前のあのあれ、ユンボを当てたーい。こんな感じだったら当てられる？お、いいんじゃない？ちょっと燃えてる。あ、いいんじゃない？燃え広がってる。バッテリーはまあまあ、つけてよかったね、レベルの感じですね。これ止めるんだよね。こうか。採取もしつつ、よくさこんな高いところに生き物がいるよね。あ、この中落ちれるんかと思ったら普通に転ぶだった。めっちゃいるやん君たち楽しそうだね。あ、初めてじゃない？ダイマックスラディッシュってやつじゃないこれ。限界を超えて大きく育った。すごいな、限界を超えたんか。よし、降りてみるか。ちょっとバッテリーあるし、手動で。手動と言いたかった。おっ、あ、ここさっき開けたところ、ユンボーのあれで。いや、こここそあるでしょう、賢者のなんちゃら。あると信じてる。これ何？なんだろう、なんかの発射なんだろう、わかんない。あ賢者じゃないわ、祠か。さっき私乗り捨てたやつってどこ行った？あー、でもこれがあるのか。なるほど。おお、どうもこんにちは。君を助けに来ました。助けなのかどうかっていう話でもある。乗せまして。本当に心当たりはないかい？よし、スイちゃん、目の前のあそこですね。行きます。バッテリーは2個ある。え、あれだよね、あれだと信じて疑ってないけど。過去一楽では。待って、嘘嘘嘘嘘、過去一楽なんて言ってごめんなさいよいしょよいしょ。
これ、ほこらチャレンジやるよって聞いた方がいいから。マヤなしのほこら。ほい。これね。これを持ってきました。これ前やったときさ、祝福じゃなかったよね。南ラネール、空諸島。さて。氷の導き、マヤなしのほこら。あー、なんかやったことないことやらせてもらえそうな感じしますね。何かをしたらここが開くんだ。で、これ氷のやつなの？縦につける？どうしようかなーと思いながら。え？な、どうしたらいいのこれ。とりあえずもらおう。冷気嬉しい。起動して。こうしてどうなる。そんなこと起こる予感してた。これさ、2個分になったり。あ、するする。これをいっぱい作ってあのトゲのとこに行けっていう話でしょ多分。あれに当てればいいのか。なるほど。おーおーおおお。え、ちなみにだけどこの上私歩ける。すごい作っといてなんだけど。凍ら？あ、凍らないんだ。へえ。えらー。え、具体的にどうしたらいいのこれ。あ、もう当たってる。ドン。あ、そういうんじゃない。自分で言った方がいい、これ。あ、なんか折れそう。どうしたらいい。こうじゃないんだ。あー。長すぎた。ほどほどが大事ということを体現してしまったな。これでどうですか。ちょうど良さそう。これで殴れば良いのではないでしょうか。微妙に足りてないけど、もういっそ武器投げてもいいよ。いっそ投げてもよし。槍の方がいいかな。あ、違うんだ。え、違うっていうこと。あ、いけた。力が弱かったのか。オッケー。クリアはできるけど、宝箱がこっちにあるよー。なんか微妙に斜めってるの気にならない？転がすにしても。え、これリンクタンがさ「てゃー」で行っちゃダメなの。いって一回行ってみていい？ちょっと高さ欲しいかな。どうかな。よいしょ。あ、ここ一応はしごあるんだ。へえ。ちょっと一瞬やってみていい？いけた。大変申し訳ないと思っている。この霊気の実ってさ、まあ出たり入ったりじゃ復活しないと思うけど、赤い月来た時に復活してたりしないんかな。いい採取ポイントじゃないここ。さて、祠を終えまして、ちょっとこの辺りうろうろした身はありますね。こっちはゴーレムがいて、あそこは浮くためのあれがあって、賢者の
あれ欲しいな。ないのかな。だってさ、4人いてさ、1回ずつ強化するにしてもさ、16個あるんでしょ。ってなったら割と気軽にやりそうな気しない？私が気軽に探索して今2つ持ってるんだし。ガチャを押して、あ、これ何？鏡？光を集めて反射するジョナーギア。照射する強い光は指向性があり遠くまで届く。強い光には魔物を退ける力が宿ると言われている。へー、また新しい。あ、氷のやつね。今更なんですけど、ちょっとこのリトの装備買おうかなと思ったんですけど、ズボン高とりあえず銅買って、銅はでもね、今着てるさのが欲しいので、下も欲しいな。700か。あー、意外とこの辺も10個以上持ってるのか。ちょっと1回売ってくるのもありだね。300、これでズボン買おう。で、強化を見てこよう。これで3個揃った。久しぶりにプレイするんですけど、装備をね、強化しようかなと思って、今ね、このオルディンのこの周りをね、皮膚キリザルフォスを探してるんだけど、まあおらんね。やっと2匹見つけたと思ったらさ、全然尻尾落とさないんですけど、尻尾くれでね、今ここにいるのね。たらさ、そこに祠が見えたのと、見てください、こちら、なんとですね、ここに作っちゃったんですね。と、今そういう気分ではないので、近くにある祠だけでもやろうかなって感じです。え、待って、なんか、あそこ、あ、へえ。勝手にさ、ここ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの時にさ、完全に暗闇のステージだったじゃん。めっちゃ明るいんだ。だから作ったんだ。あー、そう。気になりますね。よし、祠です。お、歯車だ。右か左か。四口口の祠。右か左か。とりあえず右にしたいですね。そんな簡単なことでいいんですか。モロレコをとりあえず逆にして、右側に弾持っていけばいいんでしょ。来てます？来てます？待って、落ち着いて、あなた落ち着いて、あなたは入るのよ。とりあえずこれで OK で、うん、チュートリアルからの、これは動いてなくって、宝箱がない高、あー、自分が上がっていくタイプかな、これ。どうやって上がる？この上にあったりしないかな。ないか。え自分が登れる？宝箱を探せ。いや、全く分からん。ゴール近すぎでは。あ、ここか。ここっぽいな。右か左かでしょ。あ、いけそう。あー、そっか。あー、そういうことする。なるほど。つまり右に回して、ほい、何回か右に回した。で、戻れこうしてみて、うわ、むず待って、私横から入ってるけどさ、これそこの穴から入った方が早いんじゃない？だから左に回して、左に何回か回した。で、ここでいいんだ。すげえ難しいとこから行こうとしてたけど、
まあ、これで宝箱がある。上に上がりたいときは左に行きたいので右に回せばいい。え、右に回すの？右に回したので戻れこしたら左に回る。上がる。宝箱 OK。 6分？え、あなんで私が視界に入れた途端に動き出すの？討伐隊の人たちか。この先は危険だ。不用意に近づいては。こんな時に何か用ですかな。今は討伐の任務の最中。あれ、リング殿。やはりリング殿ではありませんか。覚えてますか？ゼルダ姫様を捜索中にハイラル城でお会いしたトリューです。もしかして火星に来てくれたんですか。我々は今この先に救う魔物どもを討伐すべく進行中なのでございます。魔物を拠点にした接近した後一気に攻撃を仕掛ける予定です。リンク殿の際よければ共に戦い目障りな魔物たちを蹴散らしてやりましょう。いいよ。え、これ昼にしたらダメ？誰に話しても一緒か。あ、話するの避けていただけるとって。そっか、雑談ダメか。任務中は雑談は厳禁か。あ、こんなところに。本当だ、ここで一旦待機。発見、ダルマーコの魔靴。うん、みんな武器を持てかかれー。こんな感じない。おーおーおおえ、そんな感じなの？こんな隠密もなく。隠密なしか。こんなでもよ強くよん強くなさそうですね。悠長に採掘してる私が言うのもなんだけど、みんな戦ってる？上のメーター1ミリも動いてないよ。さっきまでの伊勢はどうしたの？寝てるからってこと？結局のところリンクタンがやらなきゃいけないってこと？一斉にかかれはどうしたの？剣のサビになるがいい。やったぞ、今のが最後の一匹だ。私たちの勝利だ。全員よく戦ってくれた。リンク殿も助かりました。よろしければ少しだけお時間いただけますか。獅子奮陣のご活躍見事でした。リンク殿には何とお礼を申し上げたらいいか。ところでリンク殿、本日は例の剣をお持ちではないようですね。特別な剣を持っていると伺いましたが、見たのところあまり特別な感じじゃないかと。いや、見た目で判断はしてはいけませんね。大変失礼いたしました。こちらご協力いただいたお礼です。マスターソード、私も振るっていいんだったら振りたいよ。次は北東のアッカレ地方。まだ私ハイラルで君たちの応援してないんだけどな。消えてないといいな。うっかりオルディンの大化石の近くに来たのでやっちゃおうかな。あれですね、あれ遠目で見た時に近くに祠あるなって思ったんだけど、あ、あれか、おっきいね。一回でもこれやったんだっけ。やってないんだっけ。オルディンの大化石、頭が大きい。頭蓋骨。前回、前回っていうか、タバンタ方面の大化石やった時に、骨がさ、欠けてて、直してあげたけど、ここはそういうのないのかな。何すんだっけ。絶滅したクジラの化石を見に。
なるほど、骨が埋まってんのね。これはどこだろうね。なんか関節部分っぽいけどな。あ、目かな。左目がなかったりする。これ目のさ、なんなん、瞳のあの核の部分みたいなってこと。これ、あ、入った。一個でいい。どうしたらクリアになるのかわかんない。あ、待って。今落ちかけた。ここからやってくるか。え、いないよね。近くのマヤココの祠に来ました。落ちる刹那。落ちる刹那か。あそこがクリアの場所で、落ちる刹那、なんか電力、あ、違うな。あー、何したらいいんだこれ。これなんかスイッチっぽいよね。うわー、これをどうしろと。自分が行く、まず。落とす、落ちる刹那。さっきのあれ、触ってみる。またこうやって、何が変わるんだろうこれ。ああ、なるほど。はい、2個目。ここに宝箱が。宝箱は、あそこに水がある。え、水だよね、あれ。今度もずれるんだろうな。こっちにずれる。水があるのはなんでだ。え？え、前の玉って使うの？自分が押せばいいの？挟まってるけど。自分の手や、あ、入らんわ。自分の手やでいいの？ダメか。さすがに。もう一回やって。何？あー、へえ。ティアーをやりたかったけど。ちょっと何にも考えずに一発本番。割と勘でやっていいのか。帰ったらもうすぐにやっていいぐらいかもね。うん、自分じゃダメだって。ズルするなって。よいしょ、やって、オッケー。ちょっとヒヤッてしたけど。宝箱取ってないよ。宝箱、この中か。ここ深いよね。で、リンクタンは潜れないんだよね。なので、あ、いや、あるわ。よっ。てっきりこの中に突っ込むかと思った、私こうやって。
違うか。ほっ。ほい。何分か見てませんでした。と思ったら板こんなところに。見たい。ああ、せっかく来たのにな。どうせなら両目が揃った姿を見てみたかったな。いや、直したよ。直す前からいたんだ。え、本当に、まあ、すごいわ。お目目が復元されてる。大きく精悍なお顔に可愛いまん丸お目目。そのアンバランスさがたまらない。両目揃って一段と魅力が増したわ。あなたが見つけて復元してくれたのね。ありがとう。いいものを見せてくれたお礼を受け取ってね。50ルピー、これはかなり嬉しい。ここでずっと見ていたいけど、クジラちゃんはあと2頭いるのよね。早く次の子も見に行きたい。次はヘルブラ地方にいるクジラちゃんを見に行こうと思ってるの。ちょっと地図見せて。これ行ったことありますな。この辺りにいるらしいの。次はどんな姿をしてるかしら。そろそろ行くわね。もうこの流れで行っちゃうか。ほい。オルディンの大化石からのヘブラの大化石が出るんですね。はい、ヘブラ地方の大化石に来ましたけど、ここは一回修復してるんだよね。戻ってたらどうしよう。オルディンちゃんのクジラとは種類が違う。あ、確かにね。それともオスとメスの違いなのか。なるほど、確かに。え、外れてんの。本当だ、復元されて、復元されてんのかい。あの綺麗な手、ピンと伸びた背中、とっても美しいわ。はーい、うん、次はゲルドね。うん、ほいー。今好きにプレイしてるって感じなんだけど、この長棒をさ、これくっつけてみていい？おお、あ、純粋にマジでプラス50なんだ、すごー。長い。